はい、夜プレイです。はい、おいでおいで。あ、クロちゃんも来ます。はい、サイちゃん。あれ、あゆみちゃんは。クロちゃん。あ、ドラちゃんも起きてきた。はい、オッケー。クロちゃん、ドラちゃん、ドラちゃん、はい、みこちゃん。みこちゃんかわいいな、お前な。性格かわいなったな。はい、もっち。もっち。どっから会えた？もっち。何言うてんや、お前ら。はい、サイちゃん。ね、サイちゃん。もっち。クロちゃん。あれ？あゆみちゃんがけ。あゆみちゃんどこ行ったの？あゆみちゃん。あゆみちゃん。あゆみちゃん。あ、ノラちゃん。あ、セブンあんなのかな。セブンちゃん。出ます。ノラちゃん来た。ノラちゃん。はいはい。あゆみちゃんどこ行ったん？外か。お外かな。で、昨日、ミクちゃん、夜中、レオくんに狙われて、もうかわいそうぐらい、わー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 言われてるから、夜中にね、こっち連れてきました。まあ、皆さん、無人カメラではね、ご存知かと思うんですが。なあ、ミクちゃん。ここがええな、やっぱり。ここしかないわ、お前。なあ。なあ、ミクちゃん、おいで。悪いことないんやけどな、お前。ねえ。あ、このボールキーボードあれかな、あゆみちゃんと。あ、リングちゃんとあゆみちゃんか。誰？あ、キーボード、キーボードあゆみちゃん。すごい。あ、珍しいね、あれ。組み合わせ。セブンちゃん、おいで。おいで。よしよし。これ大丈夫。よし。あ、大丈夫や。な、セブンちゃん。何十かはしないもん。あ、よしよし。はいはい。もういいよ、いいよ。はい。それと、レオちゃん、昨日、あ、今日、朝から出してますもん。もう多分ね、何の大丈夫やもんで。また、トイレの回数だけ見てもらえたら嬉しいです。な。な。レオちゃん。うん。何言ってんの、麦ちゃん。なんでシャーやねん、お前が。ね。はい、ブルーちゃんと、エルサちゃん。な、りょうちゃん戻れたな。嬉しいな。ね。で、リングちゃんはおこうかな。リング。リングちゃんで。ね。それと、今日はニック、おしっこの検査するよ。ナマットギャードで。ね、それと今日は、ね、成人の日、成人の日ということで、お休みな中、ね、この、ここのトンネルは綺麗だったけど、これ、やっぱ日焼けしてるね。もう、これ結構溶けてんかな、なんかそんな感じで、だいぶ取ってんけど、これはもうちょっと今のとこ限界です。ね、もうちょっと中で拭いたら綺麗なんかな、これ。だいぶ今日掃除しました。ね、ここちょっとまだ濡れてるけど、ここのね、芝生も掃除しました。ちょっと綺麗になったかなって感じで。だけどまだまだ汚いね。これ皿で売ってたらね、買いたいんやけど、ね、なかなかこれ売ってないから。まあ、今日、ね、掃除してたんやけど、ものすごい手が冷たくて、ね、これ以上は無理やってんけど、ね、汚い方をちょっと上に向けてんやけどな、これ。まあ、回したらちょっとマシやねんけど、まあ、とりあえずこんな感じで。ね、こっちは綺麗けど、やっぱ火当たってる分、これ、溶けて、あれね、汚なってますね。まあ、これ以上、ちょっと限界かな。やっぱり夏場、かなり火当たってるんでね。これで、はい、モカちゃんかな。モカちゃんごめんな。なあ。長い時やもんな。今日からサブなるですね。まあ今日からサブなるいうことで、ジャングルとプリンセスルーム、ここね、ほかほか引いてます。
ね、電気毛布やけどね、省エネで。ね、まだ電気は入ってないんちゃうかな。まあ、ちょうどいいサイズちゃうかな。ちょっと角が出てるけど、意外とこれ、ぬくいんちゃうかなと思ったり。ね、まあ、万能無人ライブが楽しみですね。あ、それとジャングルもね、これ弾いてます。な、ぬくいかな、今日も。な。え、ネロちゃん。ネロちゃん。セムちゃん、ようやく慣れたな。な、おいで。よしよし。もう大丈夫、大丈夫。セムちゃん。な、よしよし。な、大丈夫、大丈夫、もうな。ネロちゃんもな、大丈夫、大丈夫、な。よしよし。な。よしよし。ここはないよ。まあ、今日はニックのね、おしっこの、まあ、長いことね、pH の下げる、ご飯食べてて、今日久しぶり、ニックのね、ちょっと pH 測ってみようかなと思います。な、ちょっと測ってみようか、ニックちゃん。どうや、どうかな、ニックちゃん。ん？ね、おしっこは溜まってるんで、さあ、ニック。モンさんまだ測ってないんでね。もう結果がどうなるか分かってないんで。ね、あ、それと前、何や、なんか落ちたぞ。え、誰の首輪やこれ。あゆみちゃんか。あゆみちゃんの首輪じゃん。ねえ。あゆみちゃん首輪取れてる。で、はい。あやちゃん。ニック、おしっこの検査ちょっとしてみようか。なあ。なあ。チェックしてみようか。どうやろう、調子いいかな。ね、まあ、ちょっと今からちょっとやってみます。はい、それでは検査ちょっとやってみようかな。ニック、ちょっとトイレ貸して。ちょっと待ってや、ニックのトイレ、ちょっと出すわ、トイレや。まあ、溜まってるのは溜まってる。ちょっと黄色いね。まあ、こんな感じ。これだけ溜まってます。それではちょっとチェックしてみようかな。ニックのちょっと今切ってしまった。いきます。さあ、どうやろう。なんか匂いが臭いからちょっとあれかな、良くないかな。黄色いし、どうやろう。それではつけます。じゃん。まあ、結局昨日あれやね、つけて。はい、それではこんな感じ。ブドウ糖は2つ目ぐらいかな、わかるかな。それでこれもそんな悪ないね、タンパク質。それでこれも悪ないね。あ、じゃあ逆や。こうや、こうこう。あ、これ結構、ブドウ糖結構、2プラスぐらいね。それで、タンパク質がこの辺やね。プラス2。これ、ブドウ糖、あ、じゃあ上がウロビリ農源やったね。あ、違うだ。ウロビリ農源がプラス2か3。それで、タンパク質がプラス2ぐらいね。これは全然減ね、ブドウ糖。これ、ペーハーが6ぐらいね。おそらく6か7か、どっちかやね。これで、血は出てないね。まあ、全然こんな感じで。見えてるから。ね、わかるかな。こうか。ね、こんな感じです。肉、まあ、pH は7ぐらいまだね。おそらく7は見ちゃうかな。ね、こんな感じでした。さあ、おしっこしてます。はい。ニックのおしっこの結果はね、今見てもうた通りで、ね。まあ、pH は7ぐらいはあるんかな。落ちないね、なかなかね。前も7ぐらいやったと思うんやけど、まあ、そんなに悪くはないと思うんですけどね、ポンさん自身は。ね。はい、そんな感じで。まあ、今日一日ね、猫ちゃんにいろいろね、したいことをやってきたけど、やっぱり、ね、仕事しもってやってるから、なかなかね、
思うようにはね進まないけど、まあまあまあ掃除はね自信持っていつもやってるんだからね、見に来てもらえたら分かるけど綺麗にはしてるつもりなんですけど、まあほんまにね仕事せんとね、ほんまに愛護せん団体じゃないけどね、そういう人たちみたいにね一日猫ちゃんと過ごしたいなと最近はほんま思うね。そのいろいろねこんだけおるから構ってるあげられることもできないからなかなか。ね、時間さえあったらね、ほんまに猫ちゃんかまってあげれんけど、けどまあ仕事せんとね、やっぱりポンさん自身の生活を自分で支えて、猫ちゃんたちの、ね、生活は YouTube で支えてとね、やっぱり分けてせんなあかんのかなとほんまに思うし、だけど、ね、反面、ね、一日猫ちゃんたちとずっとね、いとく中でいろんなことをね、もっともっとしてあげたいなというのも本音やし、まあほんまね、時間がない、なさすぎるね。もうやりたいことはいっぱいあるんやけど。まあ屋根もね、一応、昨日ハーフ出てたけど、朝から止めたりね、できたけど、まあなかなかね、一日でできるね、能力いたら、限られてくるからね、ポンさんもプロじゃないから。まあそんな中でこの子たちがね、ちょっとでも幸せにね、過ごせるようにね、できたらいいかなと、こういう、のんびりした生活、ね、ほんまに、もう過ごしてもらえたらいいかなと。まあ、みくちゃんもね、いろいろね、辛い思いはしてると思うけど、な、この方が上の方がいいな、君はな。まあ、個人的にね、いろいろ、この子の管理はね、してるんやけど、なかなかね、100% にまではいかない。この子供たちが、ほんまに 100% 幸せかと言うたら、まあそこまではまだ行ってないんやけど、まあ、頑張って、できるだけね、チェックして、ね。まあ、それとね、無人カメラで、今日、いっちゃん、ね、おしっこ、ね、トイレ長いこと行ってますよ、いうことで、ね、早速、抗生物質を与えてるんで、まあ、場合によってはね、一旦ここにね、入ってもうて、ね、おしっこチェックしてもいいかなと。まだそれでもね、抗生物質、与えてもまだ収まらないようであれば、まあ、ちょっと一旦ね個室に入ってもらうという形を取りたいかなと思います。まあ、個室ね皆さん見てもらうたら分かると、まあ、今まで見てもらってるんやけどね、レオちゃんに従って抗生物質与えてね個室に入っておしっこ管理してるでね、でまともにね出るようになってるんで、まあ大丈夫かなと。な、レオちゃん。まあよかったよかったね。またまた何かあった時にね、早急に対応するからな。な、レオちゃん。まあそんな感じでね、今日はこれぐらいにしておきます。ね、皆さんいつものね、この無人ライブカメラで、無人ライブかな。で、ね、見てもらい、ね、うちの猫ちゃんたちをね、早期発見してもらい、ありがとうございます。これからもね、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さよなら三角、また来て四角、ご機嫌五角でまた明日。チャンネル登録よろしくやで。